はい、半間岩先生です。バイナリーオプションのですね、片寄せボリンジャーバンドですけれども、二通りの使い方がありまして、枠内での処理と枠内出てからのシグナルの処理というですね、状況によって違いまして、今回は枠内に対して動作するインジケーターに変えてシグナル待ちしております。2台コンピューターでこちらでね、情報をつかんで、左側のパソコンでシグナルを作ってます。で、今ライブ通して3万5432円ですね。で、裏にアイアンドロー社の15分があります。こちらのインジケーターなんですけど、2つ左上に87%と91%の勝率のシグナルが出てます。これはね、片寄せボリンジャーバンド、オリジナルのですね、ボリンジャーバンドなんですけど、で、この黄色枠の内での処理ということでね、今回シグナルが出てます。その方が勝率も高くて、数が多く投資ができるっていうことが結構出てきましたのでね、こちらの方がいいかなということでね、87%で15個も1週、今回は1週間ですね、帯域でね。で、次が91%で11個シグナルがあるわけですね。平均ピップスが20で、上が60ピップス回って、素晴らしいなということで、これ片寄せボリンジャーバンドって言ってるんですね、オリジナルでね。私が作っあるサンプルから改造して作ったと。ほとんど変わりませんけれども、秘密ですけどね。それにですね、通常は出た時に、片寄せバンド出た時に対して、テクニカル分析いくつか使って、この状態がいいかを調べてシグナルを出させるんですけど、今回内枠だけで出たらシグナルは出さないよということになってます。ですから流れでね、順張りで流れでストップできるわけですね。逆張りで順張りに買わないといけないような流れありますでしょ。暴落とか、急上昇とかね、これが強いんですね。だから追い投資っていうのは、難品とかにはできない、できにくいんじゃないかということで、シグナル出たらできるんだけど、非常にそういう面でね、止められるということがですね、だからたくさん打つということがね、ないというわけですね。だから非常にいいんじゃないかなという、シグナル通りに単に打つだけということで、あんまり考えなくていいというやつですね。で、それをちょっと準備して、本場投資で勝てるかどうか調べてみようと思います。どうもありがとうございました。